アイラブライス。前回 AK をリサーチしたり、炸裂弾で拠点抜きに行って、まあ、資材ゲットし、で今ですねこの本拠その資材を使ってまあ少しだけ強化しました。で先ほどですね動画回すの忘れてたんですけども、スクラップ戦でレベル3ガチャ回して石の外壁用ゲートを出したんですよね。まあ、早速なんですけども石の外壁用ゲートをクラフトして今木の外壁用ゲートついてる状態なので、まあ、ゲートをね置き換えたいと思います。木の外壁用ゲートってどれぐらい火炎放射器でダメ入んだろう。ほいよー、荒ぶってるな木が。よし、偵察来やがった。うわ待てよ、でもこの幅こっちが入れるかな。入れねえな。馬乗ってどっか行ったか。まあ、回ってなかったんで、もう一回行きたいと思います。レベル3ガチャ回したいと思います。何が来るか。爆薬。まあ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 。ガチャ成功してるね。タレットもう3台追加しよう。待てよ、タレット自体が3台あるかだろ。いやダメだ、現物が2台しかないから2台追加だな。とりあえず57とかか、31にして、これでタレットが起動し始めましたね。ここを1上げなきゃいけないな。58にしよう。ここに1台設置。もう1台をここに設置。動き始めましたね。大鎌田も設置。こっちの方で新しい拠点を見つけよう。パトロールヘリに誰かたげられねえかな。そっからアイテム奪うとか結構理想だけど。お、この辺いいんじゃない。いやでも抜かれてねえのかこれ。上開いてる。え、死体なんで。なるほど、ワークベンチレベル2でここにタンス。お、タンス壊れてる。なんで死体袋あったんだろう。いやーここ拠点にするのは結構強引な気がするけど、ワークベンチレベル2あるからな。とりあえずなんか意味不明な感じの拠点になりそうだけど、ワークベンチレベル2の場所は囲いだね。ん？でもやっぱこの辺人多いかもね。ギター侍か。
すげえヘンテゴな位置だけど。あいつ球体狙ってる。いかせん。え、まだ死んでねえの。Help me! Help me! うるせえ。このロケットで抜いてるの近いね、だいぶ。よし。は？あいつやりやがる。うわ、やりやがった。は？何してんの？ちょっとちょい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 。おい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 。さ、貴重なヘリよ、それ。おい。初心者か？おい。おい、何やってんだよ。耐久減らしてんじゃねえよ。お前には無理だ。やめとけ。やめろ。バカ。なんで？なんでやろうと思ったこいつ。いやー、でもなー、ミニコプターが、貴重なミニコプターが。デカコプで提出を消費したくないっていう。え、奇跡じゃん。ミニコプ湧いたぞ。うい。湧いてなーい。ラグ。うわ、収穫なしはマジで痛い。何が来るか。あとね、スクラップ125でリサーチできるアイテムはロケットランチャーの弾と、5.56 の高速だけなんで、ガンガンもう回しちゃってもいいかなっていうことで。何が出るか。走行場の扉出てほしいな。最悪だわ、一番いらないやつ。やべえ、見た感じ湧いてねえぞこれ。え、また行き損。あ、湧いてるわ。頼む。なんか見たことある名前だな。こいつ気づかなかったのか。ミニコブで侵入するみたいな、そういう選択肢みたいなのなかったの。侵入されてんじゃねえかみたいな。パソコン系うめえなこれ。湧いてた。上がるか。けどな、ミニコプガレージとはめっちゃでかいし、2個空き。神が味方してやがる。え？は？何
何これ、俺ラストアルゴリズム、ふざけんなよ。ロケランの筒、ということで、まあ、今回レベル3ガチャ何回か回して新たにレシピを覚えたり、まあ、本拠から少し離れてる場所なんですけれども、レベル2ベンチがあったね、拠点を、まあ、奪い取ってというか自分の拠点にしました。まあ、新しくこの拠点を囲ったりは、本拠がまあ危なくなった時にこう避難したりとか、まあ、あとねこの辺結構ね敵がいるんで、まあ、戦闘面で使おうかなと思ってます。まあ、そんな感じで拠点とかはね抜かれることなく順調に進んでおります。ではまた時間をパッてお会いしましょう。じゃあ